ルーゴは、スペイン・ガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ、ルーゴ県の県都である。山に囲まれた盆地に位置しており、近くを右にょ川が流れる。ガリシア統計局によると、2013年の人口は98,761人で、ガリシア州では、第4位の人口を持つ。旧市街を取り囲むローマ時代の市壁が、世界遺産に登録されている。住民の呼称は、 ラグース、サ、男女統計のラッセンスも使われる。ガリシア語ア社の自治体住民に占める割合は2001年時点において90.02%だった。ルーゴは紀元前26年から紀元前12年にかけてアウグストゥスの軍団長によって建設され、ルクスアウグステイと名付けられた。カンタブリアとの戦争による駐屯地の後に建てられたもので、 アウグストス時代の拡張政策の産物である。後に、イベリア半島北西部のローマ属州、ガラエキアの三つの都の一つとなった。12世紀に建設された大聖堂。紀元3世紀終わりから4世紀初めのローマ帝国後期に、現在も残る死壁が建設された。ルーゴは、ローマ時代以降は、無人となり、中世初期に住んでいたのは、聖職者だけだったという説もある。 1129年にロマネスク様式の大聖堂の建設が始まり、聖母マリアに捧げられた。中世後期にはサンティアゴでコンポステイラのように巡礼の中心地となった。近代になってからは、現在のルーゴ県の地域には、モンドニエードやリバデオのように産業が盛んな都市が他にもあった。ルーゴがこの地域で最も重要な都市となったのは、 1833年スペイン地方、行政区分再編で、ルーゴ県が設置され、ルーゴが県都と定められてからである。自治体主張は、ガリシア社会主義者党のホセ・クレメンテロペス・オロスコ、自治体評議員は、ガリシア国民党、12、ガリシア社会主義者党、11、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。 ルーゴには、スペインの首都マドリードからの高速道路が通っている。また、鉄道駅も設置されており、鉄道で、アコルーニャ県の県とは、コルーニャ方面へ向かうことと、県内のサリアなどを経由して、ルーゴ県南部の都市モンフォルテでレモスへ向かうことができる。市内には、サンティアゴでコンポステーラ大学のルーゴキャンパスがあり、次のような学部が開設されている。ルーゴは55の教区に分けられる。 ルーゴの史壁は2000年にルーゴのローマ城壁としてユネスコの世界遺産に登録された。ローマ時代の史壁としてはヨーロッパでも珍しく保存状態が良好で欠けることなく街を360度を取り囲んでいる。史壁の高さは10メートルから15メートルで長さは2.5キロメートル71の塔を持つ。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。